おはようございます。今日はですね、唐揚げしたんですけども、最近唐揚げが多いですけどね、これリベンジということで、前ね、やったんですけども、 YouTube 通りに。けど一つね、調味料忘れてたんです。で、リベンジということで今回やったという。でね、その調味料は味の素だったんですけど、味の素をちょっと入れて、ちょっと多めに入れて食べたところですね、なんかね、思い出す味、この味っていうのを思い出して、何から思ったらね、このベトナムとかミャンマーで食べた味によく似てきた。ということは、ベトナムとかミャンマーのあの味は味の素やったんかなと、そんなことを考えられた料理でしたね。だから僕は日本では味の素めったにもうほとんど食べないんですけど、今回買って食べると、海外東南アジアを思い出すと。面白いですね。だから向こうの方がよく使ってるのかなと。よく似て、この舌にね、カーンカーンとかくるような味がそうなんですけど、それなんですね。そんな味になりました。ということで、思い出しますね。だから味の素ってすごいなと。アミノ酸ね。東洋人、アジア人が大好きなアミノ酸の味がそのまま出てるような唐揚げになりました。多分ね、これね、向こうのベトナムの方とか食べてもらったらむっちゃうまいねって言うと思いますね。ということで、今回このね、たたきですけど、これちょっといらんかったな。昨日2割3割引きで安く売ってたり買ったんですけど、これも美味しいんですけどね。んで、なめこの味噌汁とリンゴということになってます。ということで、皆さんもゆっくりしてください。では失礼します。